お届けする It's All Music ビデオニュースです。この番組は私たち It's All Music の音楽情報と私たちが活動しています宮崎市の観光スポット情報もお届けします。前回はゆきねこじるさんのニューアルバム生タイムスペシャルをお届けいたしましたが、いかがでしたか？皆さん、もうアルバムはゲットしていただけましたか？そして今回はクリスマス、お正月特別号として超 VIP スペシャルゲストをお招きしてお届けいたしますよ。皆さん、ぜひご期待くださいね。今日は前回に引き続き宮崎市一坪海岸近くの英国式庭園に来ました。この場所はここでは味わうことができないようなコンチネンタルなムードが漂っています。スペシャルゲストをお迎えするのにふさわしい場所ですね。スペシャルゲストをお迎えいたしましょう。ベルギーから来日されたゆきねこじるさんです。みなさん、こんにちは。ゆきねこさん、私は初めましてです。よろしくお願いします。さくらちゃん、よろしくお願いします。今回の来日は久しぶりですか？3年ぶりです。今回の来日も親友のキティちゃんと一緒ですか？当たり前です。今回の来日は12月9日にリリースされたばかりのニューアルバム生タイムのプロモーションのためですか？プロモーションだけじゃなくて次のアルバムの作曲するために、そして日本が大好きからたくさんのおいしいものを食べるし、たくさんのお酒飲むために、そして一番大切なことはさくらちゃんにある。もうすでに世界中のたくさんの皆さんに聞いていただいていると思いますが、評判はいかがですか？ちょっと恥ずかしいけど、いいコメントが聞こえた。ある人はゆきねこじるの最高のアルバムだと言って、そして日本人から優しいアルバムが聞きました。多分生タイムは日本人のテイストに合うかもしれない。生タイムはスタジオライブベストアルバムですが、このコンセプトをイメージしたきっかけは？生タイムのコンセプトはそれぞれの人のためにプライベートなコンサートです。ベッドルームのコンサートです。前作モコモココレクションの時もそうでしたが、今回も素晴らしいコラボレーションアーティストの方々が参加されていますね。そうですね。私はいろいろな国からミュージシャンとコラボレーションした。理由は各々の国は自分の音楽のスピリットがあるから、だからいろいろなミュージシャンとコラボレーションの時、ミュージックはちょっとベッターになった。生タイムにはイタリア人、日本人、イギリス人、イギリスはロックの国だと思います、フランス人。さくらは特にこの番組にもコメントをいただいた女性シンガーマリー・デ・コンデさんの声にしびれました。マリー・デ・コンデはアフリカ人です。、はい、ベルギーに住んでいるアフリカ人、アフリカのコミュニティの中に有名になってる。この番組をご覧の皆さん、ぜひご家族やお友達にもゆきねこじるさんのニューアルバム生タイムを推薦してくださいね。そう、クリスマス、お正月はぜひ聴いてください。そしてちょっとお願いがある、はい、男の人たちガールフレンドか妻のために生タイムはプレゼントにとしてあげてください。妻がガールフレンドの喜ぶためによろしくお願いします。The train is leaving Kokura
don't know what to do. We're living our life inside a love song. The record is hard, it can never break. I'm wearing your yellow strap as a sign of trust. The train is now reaching Usa. The dust has flown away. It returned to its ashtray. On our right, the track is empty. Though the sonic train arrives, its funny drawings make us smile again. The rails are golden, they can never fail. I'm wearing your beige as a sign of you. The train is now speeding up, and we know we can't be wrong. Should I say we may be right? You're gonna make money. At least I will try. You're gonna stop singing. Well, maybe not this time. サラニュースのお時間です。このコーナーはタレント声優スクールサラ宮崎の活動のご報告やイベント開催のお知らせをご案内します。今回はサラ宮崎所属茂田光彦がお伝えします。私は俳優を目指しレッスンを受けています。基礎や演技はもちろん、ダンスなどを通しての自分の体の使い方、CM や講演などにより仕事現場で欠かすことのできない礼儀なども学んでいます。先日中学校での朗読劇に参加し、おばちゃん役を演じてまいりました。役者として舞台に立つあの感覚を皆さんにもぜひ味わっていただけたらと思います。現在サラ宮崎、宮崎校、延岡校、都の城校では無料体験レッスン受付中です。将来タレントを目指しているあなた、声優のお仕事に興味のある君、夢へ向けての最初の一歩はサラ宮崎体験レッスンから。お問い合わせはメールかお電話で。私たちと一緒に基礎を学んで日本や世界で活躍できるスターを目指しましょう。詳細の情報はいつおミュージックウェブサイトにアクセスしてくださいね。それからいつおミュージックフェイスブックページもありますよ。ぜひいいねをお願いしますね。ゆきねこさん、今日はありがとうございました。ナムタイムの大ヒットを目指して一緒に頑張りましょうね。さくらちゃん、ありがとうございました。一緒に頑張りましょう。Chers amis, chers amis de So Music, je vous souhaite évidemment une merveilleuse année à venir, une année pendant laquelle vous allez écouter Nama Time en boucle et vous allez regarder les vidéos news d'Itso Music avec notre charmante amie Sakura-chan, ici présente. Tu comprends le français, Sakura ? Furansugo wakaranas. Kamoshirenai. Merci, Sakura. 最後はお待ちかね、2015年ハイライトをお届けします。ぜひご覧くださいね。それでは次回も元気にお会いしましょう。See you next time. See you next time.